投資系ユーチューバーのラジオヤジですえ。今日6月5日月曜日日経平均終わりで、ね、32,217円でした。693円高。すごいですね。AI バブル相場がいよいよクライマックスに近づいてきたのかなっていう感じもあるんですが、え今日はね、693円高。これは非常に珍しいえ幅、値幅の上昇です。 えー、そして今日日経平均チャートも見ますよね、高値引けになってるんですけどね、終値と、えー、そして高値が一致してますね。えー、32,217円。これは、これも珍しい。大体ね、上にげつくんですよ、日経平均。だけど、ひげつかずに終値と高値が同値っていうのは珍しい。えー、まあ小さく、細かく見るとちょっと違うのかもしれませんけどね。あとはチャートが今日のこれ、売りシグナルなんですけどね。 昨日のじゃないでしょ。今日の新たな終値に基づく売りシグナルが3万2100円なんですけど、これを200円上がってね、3万2100円なんですけど、これを今日の終値がぶち抜いてるんですね。これも珍しい。えそして乖離率。乖離率がね、帰りがですね、これ今日の段階で、はい。10、もう9.18、10に近づいてます。9.18。 これも珍しいということですね。まあ、こういう上昇があるとね、えー、こういった相場の時にね、こういった極端な上昇がありますと、これで終わることは多いんですけど、いや、今回はまだもう一つ、もうちょい上に行くんじゃないのか、まだ上があるんじゃないかっていうふうに思ってますけどね。 えー、今日は6月5日月曜日時刻は、えー、17時41分を回りました。ラジオネジの夜トレイヒー夜トレでは当日の終値に基づく日経平均の売買シグナルそして日本株個別銘柄の買いシグナル売りシグナル店頭銘柄をお伝えします、えー、また皆様からのお便りを紹介し、えー、ご質問ご相談にもお答えしてまいります。 動画の情報は参考に留めてください。最終的な投資判断は自己責任で行ってください。え皆様からのメールをお待ちしております。メールは投稿フォームからまたは直メールでお寄せください。えこの夜トレでまたは昼の動画でも反映させたり取り上げたりしていきたいと思っております。さて、えー、投資は自己責任ということなんですが、今日のテーマです。ただ、 えー、日経の高値の予想は3万3500円これ昼も行ったんだけどね日経の高値の予想3万3500円ぐらいじゃないのかな <music> まあこれ以上はなかなかないんじゃないかと思うんですけどゆっくりなだけに、ま、もっと上がるかもしれないですねじゃあ何でお前は海水晶をしないのか っていうわけなんですけど、まあ、買い推奨しない、こういう時に回収し推奨しないのは僕のまあ、伝統なんですよね。伝統っていうか、ずーっとです。あの、投資顧問やってた時も、ずーっとこういう時は買、えー、買いは高いから怖い。で、えー、売りは強いから怖いって言ってたんですよ <laughs>。投資顧問でプロでね、えー、お客さんからお金を年間30万とか50万とかもらってやってた時も、 こういう相場の時は、買いは高いからやめましょう。売りは強いから怖いからやめましょう。様子を見ましょうって言ってたんですよ。で、怒られますよね。<laughs> だけど、怒られるっていうか、まあ理解してくれる人もいるでしょうけど、やっぱり物足りないって言われるんですけどね。だけど、うんと、それでも、それをずっと貫いてました。まあこういう時しょうがないですよってね。まあなんか,なんか儲かるのを教えてくれってやっぱり言われるんですけどね。 こんだけ上がってるんだから何かあるだろう。もちろん、だからテーマ株を買うのは大丈夫なんですけど、でもそれでも高いから、えー、よっぽど気をつけてやらないと怖いですよって話をね、僕はいつもしてましたけどね。で、今もそんな感じでやってるわけですけどね。今日の日経平均はこんな感じでね、終わり、えー、終わりが、えー、高値とイコールで、で、えー、今日新しい売りシグナルラインが3万2100円ですけど、これをぶち抜いて終わっていて。 ということで、非常に強い動きになっています。明日の予想レンジは3万1500から3万2500。だからね、売りの、あ、買いと売りの、う要するに、レンジ予想レンジが、予想レンジが、売りシグナルを、予想レンジの上限が売りシグナルを抜いてるんですよ。大体、こういう時って、こう、シグナルに絡むような相場の時って、下がってる時は、出て予想の加減が、 買いいシグナルであることは多いでそれを下回って、えー、予想レンジが来ることはない。で上の方で絡んでいる時も、ほとんどね、上の方で絡んでいる時も、この明日の売りシグナルラインが大体は、えー、予想の上限で、そこを超えることはない、えー。よく上がっても売りシグナルまででしょうっていう予想になることが多い。今回は、 えー、明日の売りシグナルが3万2100。で、明日の予想レンジの上は3万2500です。ここまでありえますと。で、下はこう、こういう風な、ね、上昇がピッとくれば、簡単に3万1500まで来ますから、3万1500はありえるよね。ということで、下は3万1500。5MA のあたりね。これが下の予想値で、上の予想値は3万2500です。そんな予想です。 まあね、えー、強いということになりますね。で、まあ買いたい方は買えばいいと思うんですよ。買いたい方は買えばいい。で、何を買ったらいいかって言ったら、今をときめく銘柄を買えばいいと思う。まあやってると思いますけどね、やっておられると思いますけどね。今をときめく銘柄を買えばいいじゃないですかってことで、例えば今日もね、だからレーザーはダメだよね。弱いから、ソフトバンクとかちょっと下がったから買ってみれば、 とかは言ってないけどね。あと、アドバンテストとかはさ、さらに上がるんじゃないまあ、ソフトバンクはもうちょっと頭地だけど、強い銘からアドバンテストとか強いから、さらに上がるんじゃないですか。東京エレクトロンもまだ上がろうとしています。ソシオネクストはもっと上がるんじゃないですか。えトヨタ自動車もね、次元が変わってきたから、動きが変わってきたから、上を目指すんじゃないですか。ただまあ、できれば、調整したところで入りたいですよね。キーエンスも これ、全場、こんなに上がってなかったですよね。えー、やってる間はね、さらに上がっていく状況になってるんじゃないですか。ソニーも上に目指してますよって言ってるわけですよね。銀行とかは、ちょっと頭打ちかなと思うんですけどね。あとは商社もまだ上がるかもしれませんとか。あと、こういう今のね、ルーネサスとかさ、パナとかね、こういうとこもね、まだ上がるんじゃないですかって言ってた銘柄結構あると思います。 これはあんまり上昇エネルギーはないけど、これはまだ上がるんじゃないですかってやつね。買えばいいんじゃないですか。<laughs> どこまで上がるか。どこまで上がるか知らないよね。だし、こういうのはだから、調整するとダカッと落ちるから、その調整が、わかりますどこで調整が来るか。<laughs> それがわかる、わかれば、とか、あとは難しいでしょ、こういうところって、本当に。買えば上がるんですけど、だから今日もね、どっかで、 買いましたで、わーっと代金とか買いました。上がりました。まだ出締まってません。どこで出締まえばいいですかって言われても、そこはわかりません。えー、まあ、これ、代金なんかで言えば、もうここまで来れば、3万はあるだろうと。一重100千万は、まあ、あるだろうと思いますけど、3万もあり得るよねっていうことになるわけですけど。ね、だけど、こういう相場いきなり、いきなりこう来るからね。でいきなりこう来た場合、そのまんま調整始まっていって、こうやって、 下落して、S 字下落みたいな感じで、下落してることもあるからね。だから、それを、そう言って怒らないんだったら <laughs>、そういうのがあった時に、怒らないんだったら買っていったんですよ。怒らないんだってるとか、怒るとか怒らないとかじゃなくて、そういうとことかあっても大丈夫なっていうんだったら、買っていいってことなんですよね。でどこでガツッとくる、ガタってくるかわからないから。まあ、それは理解していただいてると思いますけどね。 だから、買いたい方は買ってらっしゃると思いますけどね。それでいいと思いますけどね。だから相当、なんていうか、怖い相場ではあるということですね。だからまあ、レーザーとかはちょっと買えないけど、上に向かってて、まださらに上に行きそうですねって僕が言ってるやつね、は、まあ、買っていいんじゃないかと思うんですけど、2、3チは上がるかもしれませんね。だけど、そういう順張り的な高値圏で買って高いところのさらなる上を取っていくっていうのは、すごい、 結構ハイリスクですからね。それは気をつけてやってほしいと思います。やればいいと思いますけどね。だからそれ、そう、そうするんじゃないの普通は。<laughs> 普通は。僕はやりませんよ。僕はやりません。あの、今年はめちゃくちゃ下がったところで待って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 。1年でも2年でも待って。で、下がったら買うっていうのをね。まあ何年かかるかわかるんないけど、もう何年でも待ちます、僕は。 もう本当に、えー、なんか、キノコかなんか生えてきても <laughs>、キノコっていうか <laughs>、カビがカビが生えてくるか知らないし、で、何かね、えー、発,酵発酵するとかい、いい感じで言えば発酵するかもしれないけど、もう時間がどんどん経ってね、もう僕の白が、頭知らの白がね、もっともっと増えてね、えー、来ても、んで、えー、まあ、どんどん髪が減ってきたりとかね、老化が進んでもね、僕は待つ。私待つわ。 なんですけどね。だけどまあ、順張り的に買って入れば入れる場所ですですよ。だからまあ、どこで買うかというと、できるだけ5円目で買うといいんだけどね。5円目で買って上がっていくといいんですけどね。あとはまあ、売り上やってる方は、これはだから、もうここまで来ると、3万3500とかあり得るのでね。今日これね、3万3500円。えー桁と、いけたかあ、やったっけ、タイトルコールって。やったえー、ね。 えー、今日のテーマ、やったと思いますけど、33,500円。これがね、今日のタイトル。高値の予想ね。なんで、それがあり得るこうチャートなんでね。どこまでいくか。で、売ってる人は、だから、もう切るか、な怖いからね、切るか、あるいは、えー、売りを重ねていくしかないということになりますね。で、今日は、あのー、 GMO の,あのリニューアルっていうかなんかあのプラチナチャートのメンテナンスに失敗したんだな。だプログラマーがさ、プラチナチャートメンテナンス週末やるじゃない。それ失敗して、ちゃんと再起動かけてないとか、なんか変なこと言っちゃって、で、みんなのデータを壊しちゃったんだよ、プログラマーが。あの、メンテナンスやったプログラマーがオーポカやって、で、個人のこれ多分ミスだと思うますけど、えー、プログラマーが メンテナンスを受けようっているプログラマーとかその会社がポカをやって、週末の段階までの個人のデータを飛ばしたのね。で、これは偉いことで、下手すると、えー、えー、だから、デモトレードのデータも一部飛んでたわけよ。僕のデモトレードのデータ飛んでましたからね。ら前一回売ったやつが飛んじゃってたから。で、20ロット売ってるはずなのに、1ロットしか売ってないってなってたからね。それが、 これでですけどねで今、えっと売り増ししたんで、えー、2つにポジション増えましたけど、えー、これデモトレの、あれね、これ、売買記録。本当は皆さんご存知だと思いますけど、3万500円でもうもう売ってましたからね。それがないといけない。すべて、これデモトレーターだから1ヶ月しか、ね、出てこないけど、それでもこうやって全部出てこなきゃいけないの、ね、これ全部だから、それが2個しか出てない。だから今日、j m をクリック証券は非常に危なかしかった。 危なっかしいことになってた。下手したら、まあ、本ちゃんのね、売買の記録とか飛ばしてたかもしれない。それやったら偉らいことですよ。ね、売ったり買ったりした記録はもうないと思う。で、デモトレだからいいですけどね。いいですけどね。ほん、本当のトレードの売り買いの記録飛ばしたら、もう偉いことですよ。会社潰れるレベルの大惨事になるところでしたよね。ま、あこの、あの、デモトレードのね、データ飛ばしてごめんなさいっていうコメント一切ない。 デモトレードのデータ飛ばしちゃってごめんねっていう、えー、コメントはないですね。デモトレードだからまあいいでしょうっていうことでしょうけどね。まあそれはそうでしょう。実際の売買に関係ないからね。なんですけど、それがあって、で、チャートがね、壊れてしまったんですけどね。で、この記録もなくなったんで、だからしょうがないから僕は、えー、あ、で、今ね、今日32,290で30ロット目を入れましたと。 で、しょうがないので、えっと、表計算で、えー、その寄を作りました。で、これはもう手動で入れていかなきゃいけないんですけどね。えー、今、いくらですかって、見てね。で、手動で入れていかなきゃいけない。今、ちょっと見てみましょうかね。えっ、ー、と、今は、3万いくらだ。あ、これで見ればいいか。こっちがだから、えー、っと、これが、えー、っと、まあ、あー、消えちった。<laughs> これが <laughs>、おい。これがだから、えー、っと、今の記録で、 そして、これが、えー、今のね、20ロット分の記録ですよね。20ロット分の記録がこんな感じで出ている。えー、そして、えー、全部は全部を入れたのがこれですね。で、今の値段が32,380円だから、32380っ入れてやると、まあ30万円を超えるマイナスになってきましたということですね。 かななりピンチの状態になってししままいましたでねスピードチュモの方は、えー、こんな感じで、えー、20ロットしか反映してなくて僕の10ロット分の売り買い売り買いの10ロットの記録は消されてしまいましただからまあこっちだと一番悪いポジションがないから12万のマイナスですけどこっちだと30万超えてるんでねこうなったら損切りとか操作を考えなきゃいけないっていう、えー、やばいレベルに来てるわけです でだからまあ、これと同じような形でこっちの18万をね切るってことも考えれるんですよね。だからえっと一応まあ幸いにもというかあの FX の方でね16万ぐらいプラスは出てるからそれを考えればこっちを切って、えー、今のこの上の20ロットにしてそして、えー、もう10ロットねもっと高いとこで売り回しをしてやっていくっていう手もあるんですけどもう30万超えてきてるからやばい。 プインプインプインってなってるんですけど、まあとりあえずまだこのままね、行ってみようかなと思ってますけどね。もう少しはい。そういうのがあんまり良くないん、ね、で、本当は。そういう判断がね。本当は、こういうふうにある程度やばくなってきたら、切った方がいいっていうことは言えているわけなんですけどね。そんな今、水準に今来ております。だから、売ってる方は非常に悩ましいと思いますけど、そういう操作をね、 しないといけないかなっていう、そんなレベルになってますね。明日はだから3万1500円から3万2500円。予想ロうそク足はこんな感じで3万2500円に届くようなろうそくに明日はなるんじゃないかなと思います。これが明日ね。今日のこんだけ強いから明日はこういうローソク。今日ほどは長くはならない。アメリカにもよるけど。で、上はちょっと重いと思うけど3万2500に届くぐらいのろうそくがつくんじゃないですか。 でだったらなぜなぜ買わないって言われるかもしれないけど、それは、ん、やっぱり高いからなんだよね。で、だから、まあ僕のやり方ってこうだから、えー、まあ今の相場にそぐわないっちゃそぐわな,ないかもしれないですけど、僕はこれを貫いていってるわけですね。で、それでまあ去年は負けたんですけど、トレンドが大きく出ちゃうとね、負けちゃうんですけど、普段は大体それでいけるんですけど、トレンドが大きく出ちゃった時には困るんだよね。 だから、早めに切るっていうこともあり考えなきゃいけないから、まあ、今ね、ちょっと日経平均の売りについてはね、ちょっと厳しいなって感じになってきます。まあ、この後何かで判断します。切る。切りました、とかね。あと、このポジションの一だけ切りました、とかね。何かやると思いますけどね。今は、今日はまだやってません。まあ、これ今ね、時間外っていうこともあるから、時間外で結構行き過ぎてる部分もあるから、で、もう一回ちょっと明日の相場を見て、ね考えていく感じになると思いますね。 まあでも、実際やってた時でも、こんな感じでやってましたけど、30万のマイナスなんてね、<laughs> まあどうどうってことだよ、と思ってやってましたからねさ。まあ実際本当に、50万、100万、200万のマイナスを何回こう戻したかわからないから、その何品使って、えー、トレードやっていくやり方で、50万、100万、200万のマイナスをの何回プラテンさせたか分からないぐらいやってるから、 だからまあこれぐらいは別に、でこれぐらいの逆光は特に僕はなんとも思わないし、ここで買って入るっていうのはやっぱり高値掴みになっちゃうから、買って入るって判断よりは、やっぱり売って入る判断にしますけどね、逆張りトレーダーだからね。だけど、まあこれは今、だからそういそう,いうあのトレードはねそう、おかしいんじゃないかとか、相場の、ね、勢いに合わないんじゃないかと思う人多いと思うんですよね。そういう人は買ってもらっていいと思います。はい 別に買うなって言ってるわけじゃないし、まあ最初判断は自己責任ですからね。はい。そんな感じの相場展開ですね。ちょっと文字で情報を確認しておきましょうね。えー、っと、2023年6月5日、月曜日ですね。今日の日経平均終値り三万二32,217円693円高でした、えー。今回の上昇において、売りシグナルの転倒は えー、4営業、今日、売りシグナル点灯しますんでね。で、200円目からと25円目からの帰りにも売りシグナル点灯。3万円突破は14営業日目。で、えー、予想レンジ、えー、ですね。最高値は3万2217円で、今日の終値。7月になってます。ごめんなさい。6月ですね。はい、6月の5日。はい。そして、ああ。 そして、6月5日平均に元、今日の日経平均に基づく、買いシグナルは29,500、売りシグナルは32,100です。買いシグナルがこちら、売りシグナルがこちらですね。パネルで見ておきますけどね。パネルで行くと、今日の割合がここ。ね、693円。でも、売りシグナルが3つ点灯しているわけですけどね。で、売りシグナルが32,100。 これが売りシグナル。だから今日の終値よりも <laughs> 安いところに売りシグナルが出てるんだよね。で、買いシグナルは29,500。これも非常に珍しいことで、いかにこう今の相場がぶっ飛んでるかっていうことが言えるわけです。そんな状況ですね。はい。そして今日の売買、えー、シグナルを見ていきますけど、買いシグナル店頭銘柄がなしです。 買いシグナル、点灯銘柄なし。で、売りシグナルは、これほとんどなんか AI 関連が多いみたいですけど、3655ブレインパッド、売り、4382ヒーローズ、売り、626ソシオネクスト、売り、6997新興電機、売り、4187大阪有機化学工業、売り、ということでね。まあ、えー、売りシグナルの方は、AI 関連の銘柄が、えー 大体この売りに絡んでる。ということになります。今日のか、えー、買いのチャート。で、シグナルは出てないんだけど、下げてる銘柄は、5246エレメンツ、4449ギフティ、6236キーパー、コメリこのあたりはシグナル出てないけど、下げてますと。で、これコメリはこんな感じの付け足で、キーパーはいいと。でギフティはこんな感じで、エレメンツはこうなんですけど、キーパーが特にね、 付き合い人がいいし、最近の値動きもいいので、キーパーは買っていいんじゃないかって言いましたね。で、これなんかは買いが検討できることになります。で、買いのシグナルはなし。で、売りのチャートはもう多すぎて、めちゃくちゃ多すぎて、紹介でききれないぐらいですけど、売りのチャートになっての四4492、ゼネテック、7214GMB、3667、エニッシュ、2998、クリアル。 3747インタートレード、その他ブランジスタ、アレント、ブレインパッド、エクサウィザーズ、スマートドライブ、ヒーローズ、ソシオネクスト、日東宝石、両用エレクトの新興電気、ルネサス、ユーネリー、アクセル、有機大阪有機、化け学、スクリーン、ソフトバンク、グループ、ディスコ、SMC、ホやヤ、日本電車、このあたりの今今日ね、 売りのチャートになっている銘柄なんていうのは、あと1日、2日、3日は伸びると思うんですね。だからこういうチャートが、今、順張りあやるんだったら、買って入ってもいいかもしれないチャートだということになります。だけどね、僕がね、順張りって言い始めた時って、大体ピークだから。<laughs> 僕が、推奨はしませんよ、こなど全然、買いの。だけど僕がもう、こんだけ上がってんだったら、順張りで買って入っていいんじゃないですかねって言い始めたところって、大体ピークに近いからね、気をつけてね。 本当に6750エレコム、えー、2644グローバル X の半導体6201トヨタ自動織器6622大変6六0零三菱電機その他大熊、えー、横川さんは富士フィルム味の素オムロンなどがね高い、えー、上ィニチャートになってますけどまだ少し行きそうなんでね行きそうだけどまあこっから買って入るのはやめとこうか。<laughs> っていう、えー、ところです。売りのシグナルが点灯しているのが3655ブレイン、4 3 8二ヒーローズ、六五2 6ソシオネクスト、6 9 6な新興電機、4187大阪有機、その他 SMC ホや住友不動産、エレコム、トヨタ自動食器、三菱電機、味の素オムラン。まあ、このあたりもね、まだ2、3日は上に行きそう。連続で売りシグナルつけながら上に行きそうな感じなんだよね。まあそれはずっと僕が言ってることで、今回の相場でね。 まあだから、売りシグナル連続で点灯するってことは、上に行くってことだから。だから、順張りの買いができるって話なんですよ。言ってみればね。上がるだろうなと思うわけよ。順張りの買いでいけば儲かるだろうなと思うわけ。思うけど、思うけど、こんな高いとこで買ってさ、処理を誤ると偉い高値掴みになっちゃうんだよね。で安,ね安いところで、すごい安いところで買っておけば、それでも絶対大丈夫ではないけど、高値掴みよりマシなんですよ。 安いところだったらね。だから、安いところで買うのはいいんだけど、高いところでね、えー、もうためっちゃ高いところで買うのは安いところでできる、安いところで買うのは、やっぱり良くないと僕は思うので、まあ、えー、いろいろな思いがあるでしょうけれども、皆様の方にもね。だけど、えー、売りのチャートなんだよね。 ど,ど,ういったどうしたって。で、でも上がるかもしれないっていうね。相場には二面性があるんでね、えー。テクニカルが高いときっていうのは、高いときっていうのは、まあ普通はそう。なんだけど、さらに、めっちゃ強くて、さらに上がるときもテクニカルが上限に来ますんで。これ RSI でも何でも全部そうです。そうなんでね。そういうところを、えー、理解していただければなと思うんですよね。で、だから、初心者の方とかベテランの方もね、みんな、 もう目を白黒させるような相場になってるんですけど、まあこういうもんなんですよ、相場ってね。だから、もうなんていうかな、上がるときは容赦ないしね。で、売りやってんだ、助けてって言ったって、もう助けてくれないですよね。で、えー、もうだから、売り、売りっていうかこういう、なんかトレンドが上に出てきたときってこういうもんなんだよね。止まらないんですよ。で、売ってて、助けてって言っても止まらないんですよ。本当に。で、えー、ね、 買ってる人は買ってる人で意外と難しかったりするしね。買ってる人もだからうまく理確しないとダウンと落ちちゃうから。だから買ってえ、今度相場良かった買いました。でもダメだったって人もいっぱいいると思うんですよね。銘柄ごとにね。振り回されるんだよね。だから非常にそういう意味ではいい相場ではないと僕は思うんですけどね。まあ目つぶって買っておけばなんとかなるんだけど、だけど売りのタイミング難しい。非常にね。 そんな相場展開でございます。はい。ということなんでね。そんな動きになってます。あと、えっと、いくつか、えー、テクニカル見ておきましょうね。はい。えー、その他には、あそう、売りシグナルと、売りのチャートやりましたよね。はい、やりました。えー、そして、えー、あとは、パラボリックじゃなくて、えー、何見ようかな。配当、高配当。高配当で、あ、高配当 ETF じゃなくて、高配当で安いやつ。 高配当で、高配当20銘からで安いです。顔がまだ安い。顔もね、えっと、いいんじゃないって言いましたけどね。で、今日ある程度上がってきたから、5と25の中間点ぐらいまで来たから、まあちょっとはね、重くなるかもしれませんけどね。まだ持ってっていいんじゃないですかね。この上昇がありますからね。ただこの下落に嫌なんだけど、まあ、戻してことするんじゃないでしょうかね。から高配当では USS が割と安いっていうことですけど、それでまあ、 で、ね、ストキャスインチ軽く買いシグナルが出てくるぐらい。KDDI もまあまあ安いかな。ソフトバンクもまあまあ、通信のソフトバンクもね、まあまあ安いかな。これ9434ですからね。えー、そして九九八四では、9984ではないんでね。9984だよね。こっちではないのでね。9434ですからね。 高配当で、えー、あと下がって中山成功とかね、このあたりも安い。中山成功もね、やっぱり結構安値点来てて、これ安いんじゃないですかねって言ってましたけど、ちょっと上がってきましたね。この辺りは常にマークしておいて、影響で言えば、顔とかね、えー、まあまあ、配当がある割には安いかなっていうのは言えると。であとは、えー、ストケースの買いシグナルが、エレメンツ EDP、5 2 4 6 7九9 9 4の EDP、 モンスターラボ、ネクストーン、ネクストーンかギフティ、IR、インフォマート、オイシックス、エムアップ、シャープ、大黒店、セールシード、板ガラス、えーに、日本通信、東急、NPC、コメリ日本セラミック、ミクシー、小田急電鉄、北国フィナンシャル S、SRE、E ーゲランティ、西日本旅客、大阪ガス、ジーンズ、3月、 プロジェクトカンパニー、KYB、RST などなどが、ストーキャスの買いの方に入ってます。ストーキャスの売りの方は、まあ、めっちゃ多いか、あ、そうでもない。ストーキャスの売りが多くなくて、スマートドライブ、えー、フィナテテティストかな。えー、それから、これは4419、ちょっと今日は銘柄辞書を用意してるから、ね、ちょっとね、銘柄辞書を引きます。4419、えー、4419。44 フィナーテキストですね。はい。フィナーテキスト。それから、4ダー,ーに、電算システム、全商、不動産、住友、カルナバイオ、サイエンス、NEC、日本電機、日本証券金融、UT グループ、富山第一、中国電力ね。このあたりが、ストキャスで売りシグナルが出ている。そして、3指標を重ね合わせの買いシグナルは、えー、RSI、買い、えー、そして、ストキャス全部に買いシグナルが出ているのが、 4 4 4九のギフティ。これはまあ、えー、こんな感じの付け足チャートですけどね。ギフティが安い。日本日本通信。これは付け足はこんな感じで。まあ、ちょっと低迷ですけど、ゆっくり上がってきてるようにも見えるけどね。安い。で、最近は調子悪くなかった。えー、今安いところ。コメリ三3指標を重ね合わせでコメリも買いで。これは付け足はこんな感じで。悪くないけど良くもない。 で、えー、こんな感じですね。やしね。最近強かったけど、ちょっと調整してますよ。トリプル解析のウィリシグナルはないっていうことですね。あとは、えー、今日の終わりで上,、うん、上向きで買いチャンス銘柄は、タマホーム、ニトリ、えー、東急、スクエアエニックス、高島屋、セバンダイなどはちょっと今放置されているので、この辺りね、上の方にあるものは買いが検討できるんじゃないでしょうか。 資制度 NTT など、こんな感じで出てきております。源泉上昇トレンドの会チャンス名は、キーパー、タマホーム、スクウェア、高島屋、大成、日本、NTT、積水ハウスなどですね、この辺りが、えー、源泉上昇トレンドで下がっているというね、積水ハウスなんかも少し調整して、えー、ちょっと上がってきてますけどね、これは、 こんな感じのチャートですごい上向いている。で、これは強いからそんなに大きくは下げなかったんですけどね。えー、こんな風に、えー、上向きでチャンスメーカーに積水ハウスなんか入ってきます。積水ハウスなんか付き足はね、抜群の強さということになりますね。はい。ということで見てまいりましたけど、ね、こうして見ている間にも、間にもね、さらなる上昇を見せているのかなっていうね。 400円来ましたね。3万2400来ました。ここまで来ると僕のポートフォリオというか、これは3万2400、ね。どうなるかっていうと、32万円のマイナスということでね、ちょっとこの第一ポジションがね、19万円が厳しい、ね。で、こっから下を残して、こいつだけ切るかなーって思ったりするんだけどね。まあ、そうすれば、こっちでね、勝負していくとなればこ、この通りになるしね。まあ、これはだから僕切ってないんですよ、別に <laughs>。 切ってないんだけど、なくなっちゃってたんで今日は朝起きたら。<laughs> だからメンテナンスの失敗だよ。で、えー、GMO がね、やっちゃったと思うんですけど。うん、で、あと、ね、プラチナチャートのデータも個人チャートも全部全部飛ばしちゃったからね、GMO。おい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 。だから僕30分くらいかけて今よやったけど。で、あと、そう。だから、ストキャスティックスがね、あの間違ってましたからね。今、やっと直したけどね。 えっと、ストーキャスティックスは、結局どう間違ったかっていうと、あ、ストキャスティックスじゃなくて、えっと、えー、このパラパラボリックじゃなくて、えーえっとね、えー、どこだ、どこだ、ストーキャスが間違ってこれね、今日どういう間違ったかっていうと、ここにチェック入っちゃったのね、こうやって。こうじゃなくって、これはチェック入れずに非表示にして、 三三のこことここに赤と青でチェック入れなきゃいけなかったんでね。それを間違ってたんで、これで OK ですけどね。これで復元できましたけどね。まあ、これあの j m o のチャートね。だけど j m o の今日データがいろいろ飛んじゃってて。で、それで結構朝、朝アタフタしましたね。え僕だけじゃなかったと思います。j m o の CFD 使ってた人はチャートね。あれチャートがないやん。<laughs> なんでっていうね。あの、総合情報になっちゃってるからね。チャート起動した時に、総合情報ニュースとかいろんなものばバーっとこう。だから、どう復元していいかわかんなかった人もいるんじゃないですかね。もう復元の仕様がない。えー、もう、えー、GM クリック証券の CFD チャートとかもう見れないってまだ今でもね、見れないって人いるかもしれないですね。それぐらいぐっちゃぐっちゃになってます さてでは、皆さんのメール紹介していきたいと思いますけどね、今日もね。えー、僕はこの土日は、あ今回も静岡に行かずに、えー、ちょっと今ね、事情でちょっと静岡に行きづらい事情があるのと、まあ音楽をやりたいっていうのと、いろいろ事情もちょっとあって、静岡に行きづらくなってるんですよね。で、せっかく今回は、あとはまあ相場が強いから、まあもし行くんだったら、えっ、ー、と土曜日に行って、 えー、月曜まで休みを取ってゆっくりしていきたかったんですけどそれはちょっと今日の相場できねえなっていうのもあったしちょっと事情もあっていかなくてで家に、えー、いましてで音楽やったり音楽あまりできなかったんですけど音楽をやったり、えー、運動したりいろいろしてましたよねで、えー、っとちょっと運動をやるってことに決めて6月からねで始めてるんですけど昨日も結構まあまあ運動してたんですけどまだ始め再開したばかりだからねもう筋肉痛になっちゃうんだよねすぐね。 で、えっと、地元のあのフィットネスクラブでね、あの、車で5分ぐらいで行けるところに、フィットネス、24時間フィットネスクラブがあって、そこを見学したりして。まあでも、あの、ウォーキングマシーン、僕乗ると、ランニングマシーン目が回るね。<laughs> やってる時はいいんだけど、降りた後になんか目が回って、歩くのが気持ち悪くなっちゃったりして。だからあれ、でも,うもうちょっと違うエクササイズのマシンがあれば、ちょっと考えたんですけど、 ちょっとあれだとうくないかな。まあ、それがメインだからね、どうしてもね。だから、ちょっと、どうしようかな。まあ、やめようと。で、自分でね、だから決めたのは、夜の道を走ろう。夜の道危ないけどね。うちの近く夜野犬が出てる人いるから危ないんだけど、その野犬が出るような場所行かずに、えー、まあ、外で走れば、ただやし。<laughs> ただや<い>し。<laughs> まあ月会費が1万円ぐらいかかるからね。ただやし、まあ、そっちの方が僕好きなんだよね。あのー、 ナチュラルに走るのが、ね、だから、星を見ながら走るっていうことで、スターランっていうふうに名付けました、僕は。えー、この後はね、星を見ながら走るスターランを自分でやる。夜、やる。で、まあ、危ないから、えっと、Amazon に注文したのは、ライト。体にくっつけてピカーって光るライトを注文して。で、それを使い、使って、えー、走っていこう。それを使ってね、走っていこうと思ってます。はい。<laughs> そうだ。 それで今日、えっ、ー、と、まだ、毎日からメールいただいてるんで、ちょっとね、カムメスター楽しい。こんにちは、ウ映像の,のえー、この前、ウェイズ・が、私のおェイフェチは、信じないとか、邪行じなとか言ってましたよね。そ <laughs> 言ってました。こう、はい、ここで、怒りますよ、言ってください,い。そうですか。はい、怒りますよ、言ってください。ちょ音響さん音響さん怒りますよ、言ってください。怒りますよ怒りますよ怒りますよごめんね。<laughs> 私はそんな嘘は言いませんよ。ああ、当ごめんね。はい。で、だけど信じられないんだもんだって。<laughs> 私はそんな嘘言いませんよ。まあ、誰でもってわけじゃないんですけど、えー、ギャンジー様は宇宙人で何言ってるかわからんけど、まあ、メールは楽しいから好きかも。親父は声が好きですよ。えー、なんか、えー、5年とか10年とか前の親父ライブとかも見たりしたんだけど、やっぱり今の親父の方がいいな。あ、そうですか。いわゆるあれですか。 枯れ線ってやつですか <laughs> 枯れ線ってやつですかねええー、枯れた男性がいいっていう、えー。それに好きでもない人にメールとか送らないですからあ、ありがとうございます。ね親父は若い女の子から嫌われてるとか、何とか寂しいこと言わないでください。全然そんなことないですから、あ,ありがとうございます。でもさ、でもさ、本当にあるんだよねあー。だからね、前びっくりするのは、ある店があるとしますよね。で、そのお店の店員さん、 っていうかね、ある程度接客するお店だったりするんですけど、店員さんの接客はいつも僕が行った時はこんな感じっていうのはあるじゃないですか。ところがある日、そのお店行った時に、えー、若い男性がね、お客さんで隣に来てて、でそのいつも接客してる女性が若い女の子がね、接客してるんだけど、全然ちゃうもん。<laughs> 全然違う。僕が言ったはい、いらっしゃいませ。 はい、なんかえー、えー、えー、ええー、え終わるんだけど「あいたしませー」って感じで全然ちゃうのよ <laughs> だからやっぱりそれを見た時に「やっぱりな若いっていいなこんな感じで接客してもらえるんだいいな」と思ってりし日神。<laughs> でもでもあれだねマエチんはねそういうのをやらずにねちゃんとこういうおじさんとかか来てもちゃんと接客してくれるんだねだから年間1億2000万円も <laughs> 売れるんだよね ねありがとうね。はい。ごめん、ごめん。えー、好きな俳優さんで言うと、山崎妻。ああ、渋いとこ好きなんですね。大杉麗も好きだった。ね。なんか渋いとこ好きでね。そういうことですね。はい。えー、逆に親父の,のにメールされてる方の聞いてると、なんか株のプロみたく、メッサすごいメールばっかで、私のメールなど、なんかしょうもないメールで、ごめんねって感じなんだけど、やっぱメールしたいしね。いや、いいですよ いもっと株のことも勉強したいんだけど、私の周りに話せる人いないしね。でもメスは楽しんでやってます。お金ないけど、以上のまた教えてね。そういうことで、メダカの話はまた次回になります。その代わり、この前、親父のの怒るかもと思って怒らなかったんだけど、壁面一面に親父ののが出てる写真を送っときます。毎日より。ということでね、写真来てましたけどね。 えー、あこそれからこの間のメールといえば、あのー、向上さんからいただいたメールの中で、いつね、ちょっと写真あの、紹介忘れてたんですけど、渡、ま、しますんでね。で、えー、問題は、えー、マイチンから来たメールです。メールじゃない、写真です。いきます。<laughs> これ、衝撃のメールなんだけど。おーい家 <laughs> 電量販店にですね、 えー、ラジオエジがですね、えー、家電量販店のテレビというテレビに、ラジオエジが映っておりましておーいこっちまで、こっちの方まで映っとるやんかーいねこっちも、こっちはもちろんのこと、こっちの方まで映ってますよね。えー、ギタープレイバイラジオエジ。何や、何の動画か知らんけど、昔やってた音楽の動画でこういう確かね、廊下で、 えー、廊下スタジオでね、歌ってるやつもあったし、ギター弾いてるやつやったんですけど、そのラジオで像、まだこれ若い、割と若い頃のね、多分 YouTube 始めてちょっと経ったぐらいじゃないかなと思うからね、僕 YouTube 始めてからもう、えー、12年経ってますからね、YouTube 始めてから年一回り取ってますからね、で、えー、こんな感じで、えー、ね、毎日の店にこんな感じで、 お店の名前は秘密だそうですが <laughs> こ、ね。こんな感じで僕は一瞬登場したということで、誰これ <laughs> 誰,誰これ誰これ誰これえ誰これ <laughs> っていうね。えー、いうこと。舞人ありがとうございました。ね。えー、でごめんなさいね、本当にね。ありがとうございます。あのー、そうやって言っていただければ本当嬉しいんだけど、えー、だんだんね、ひがみっぽくなってくる年頃で <laughs>。ありがとうございました、本当に。 いつまでも応援してくれ。いつまでも応援してくれ。いつまでも応援してくれ。<laughs> しくれえー、そして、ミスター渡辺からメール来てます。えー、毎点ありがとうね。あ、僕はあの眉ティンと呼んでますよね最近 <laughs> 日本株高の理由、えー。ミスター渡辺からメール来てます。長谷さん、こんにちは。ギャンジーです。お久しぶりです。ありがとうございます。雇用統計もなんとかかったという感じ。あ、そうですよね。ギャンジーは雇用統計は買いで。 えね、入るって言ってましたから。枕と布団は、えー、あ、布団と枕は涙で濡れませんでした。しかし、台風の雨で体はずぶ濡れでした。勝っても負けても濡れるんですね。あ寒い。こないだは涙大変だったんだよね。でうちも川みたいになりまして、で、岐阜県は結構避難勧告とか出たから、何人かの方から。 電話とかメールで、えー、大丈夫ですかって言われたんですけどね、あ,あのご心配いただきまして、ありがとうございました。大丈夫でしたけどね、ありがとうございました。ご心配いただきまして。えー、結構広い,範囲広い範囲でね、やばくて、うちは避難勧告出たんだけど、やっぱり一番大変だったのは豊橋あたりですかね。あのあたり大変だったみたいですね。本当に被害に遭われた方、お見舞い申し上げます、えー。床下浸水とかね、あった方も大変だと思うんですよね。 えー、まあねいきなり来るからねああいう災害はねだあっという間に水ついちゃうんだよね怖っね水害だから、えー、今後も気をつけないとね、まあ、年々なんていうか台風が巨大化してくるからさでなんか、うん、そういう映画がありましたよねだんだんこう気候変動が激しくなってきて、えー、大変なことになるっていう映画がありまして何ていうタイトルだったか忘れたけどああいう映画みたいに 映画みたたいになってきたねえ雇用者数も大幅な増加でビッグビッグリ <laughs> 大幅な増加ねでしたね30万人超えてましたから、ね、失業率も増えましたそうですね失業率は上がったんだよねこれを見ながら次の FMC を考えています長谷さんに怒られるかもしれませんが予想は予想じゃなくて予想は楽しむでいこうと思いますはい <laughs> さすが そういえば、マイチンさんは、チー一は1回。ずっと言ってますね。<laughs> NTT が受かっておいたいですね。マイチンさん、理学できますよう、ね、に。今ね、マイチンファン増えてますからね。<laughs> 私も買おうかな気になります。ちなみに、ギャン、ちなみにギャンジーは感染のドル円しかしませんので、株はわかりません。ここから先はだから妄想な話です。今、この日本株高は、アメリカ人の影響が多いと思っています。アメリカは金融不安が解消されていません。 世界を見ましてみると日本の金融が安定していて日本株に資金が移っているのではないでしょうか私がアメリカ人の富裕層だったら、えー、まあ現状は宇宙人の富裕層ですけどねアメリカ人の富裕層だったらアメリカの銀行に預けるぐらいなら日本株を買い証券を担保に FX 米ドル円の買いをするでしょう、えー、再無上限問題も解決したしアメリカの売り上げが悪いるようならばマーケット MMF でもいいかもしれませんね も,もし、もし、もし、そうだとしたら、アメリカの金融機関が安定するまで、日本株は、だかは続くんじゃないかこれ仮説ね、ギャンジーのね。だから確かに今回って、アメリカの相場が良くないから、日本に、あの、あお金入っているとはあるわけよね。それはもう感じてますけどね。まあ、何回か言ってますけどね。でアメリカ人がこのものは半導体関連、日本の補助金目当てがあると思います,そうなんです、ね。なんか、政府もね、後押しするって言ってますから。 あと、ブランド銘柄ではないでしょうか。だとすれば、ブランド、有名なね、アメリカから見ても有名な銘柄に買いが来るとすれば、NTT 来るんじゃないか。昔、時価総額で世界一になったことがあるし、えー、次世代通信技術には、えー、もあるし、光半導体かそれから株式分割もあるから、買ってみたいと思うんじゃない、思いましたと、ギャンジーがね。 NTT だと長い期間で見なければいけないかもしれません。ギャンジーは、この人は、ね、短期のあのー、ギャンブルが好きな人ですからね。それがね、持っているの嫌なんだよね、この人はね。<laughs> だから、酔い越しの株は持,て持たな、ね、い。酔い越しのポジションは持たねいんだみたいな。それと FOMC で金利0.25上げにでもなれば日経平均は上がります。だったら日経225はいいかもしれませんね。しかし,私かーし、しかし 私の考えは、金利は推移0.00だと思います。もうすぐ FOMC だからな。15日木曜日の夜中、FOMC。で、0.、え、ギャンジーの予想は0.00。そうなると、まだ金利は上がるという心理が出てくるので、日本株のファンダメンタルズは、ブルーマーケット、強気相場、買いだと思います。ギャンジーは投資は興味、株投資は興味ありませんので、適当に書きました。ということで。まあ、要するに、投資は興味ない。株も興味ない。 まあ FX のギャンブルにしか興味がないっていうね。ギャンジー。信じないでください。ギャンジーなのに、東 CG、当 G になってごめんなさい。発生さん、適当に書きました。けど、素人なのに投資のプロみたいに見えますかどう思いますかあ、ギャンブルの時間だまたっていうことで消えていきましたけどね。まあ、こういうあの、なんてうかな、上昇相場って、一つの要因だけじゃないんですよね。 それでまあ、去年の例えばドル円の上昇なんかも、まずは日米の金利差がありましたと。あとは、えー、黒田さんが、他が金融緩和や、えー、金融引き締めやってんだけど、日本だけは金融緩和やると。で、金利は絶対に下げ、上げない。金利は絶対に上げないっていうことを言い切ったんだよね。しかももう必要に行ったんだよね。意地みたいになって言ったんだよ、ね。<laughs> で、それで、えー、上がったもあるし、 またやっぱり勢いがあったし、いろんなのがあるわけですよ。あの、まあ、日本がね、貿易、黒字が大したことないとか、いろんなバンダメンタルズもあるしとかね。でいろんな要素で、えー、上昇相場ってできてきて、で、最後は、もう理屈でも何でもなく、もう上がるから上がる、上がるから買う、買うから上がる、上がるから買う、買うから上がる、が上がるから買うみたいな。そんな感じになっていくんですよね。で、今も、 またね、今時間外また上がってるわけですけど、これはもうまさに上がるから買う、買うから上がるみたいな感じで、えー、もう相場がね、上、もうなんていうかね、そういうプ,プラスっていうか、なんていうか、その、もう買いのスパイラルに入っちゃってるんだよね、今ここにちょっと出しますけどね。 今このメールのところで出しますけど今あ見えねえわあ見えるか3万2400円ぐらいなってますけどねこんな感じでどんどん上がっちゃっていくわけですけどこれはもうね絵画館を読んで、えー、上がっていくわけですからそういう相場が来ちゃうんだよねそうするともう理由もあんまりないままに上がるから、まあ、今の上昇なんかもねあんまり理由ないんじゃないかと思うしどこまで通くかも分かんないしどこで落ちてくるか分かんないしその上昇の後にどうなるかも分かんないですよね で普段だったら今ぐらいだったら売りなんだけど、まあ、売りをやっても怖いしね買いも怖いっていう非常にめんどくさい相場になってましてでその意味で、まあ、ギャンブルギャンジーのギャンブルじいさんのミスター渡辺のねこの見方、えー、今の金融機関が向こうがあんまり賃、えー、力がないから日本のお金日本にお金入れてるっていうねこの見方も一つあの正しく正しいっていうかねこれもあると思います。 でもいろんなものがね、複合的に来てるし、あとやっぱり一番大きいのは、買うから上がる、上がるから買う、買うから上がる、上がるから買うっていうね、買いのスパイラル。これ一番怖いんですよね。そのうちでどっか大,大口がね、もういいだろうって売り出してくる。まあ理覚しよう。理覚しないと儲からないから。で、理覚出してくる。あとそれがでかいと、あ売りが来たもうやばい売れダーって売りが来るから、ダーって下がるんだよね。本当と一ヶ月ぐらいでバーッってこう下がって、もう一気に温度が、 相場の温度が下がって、今度は買いシグナルが出てくるみたいなことがあるからさ。だからなかなか難しいっていうことになるわけですけどね。そんな感じですよね。そんな相場です。ということなんで、えー、今日もね、ここまでやってきましたけど、えー、なかなか難しい相場ですけど、いろんなねそうそう、ご相談も受けてますけど、今日大体一生懸命皆さんのご相談にね、お答えしながらやってるつもりなんですけどね。買ってる方はもうほとんど問題ないですよ。 売りの方ね、問題は空売りで捕まってる、えー、日経で捕まってるって方ね、これはもう怖い、怖いんだったら怖くないレベルまで、こうションを落とす、部分損切りするとかね、まあ、えー、耐えれるんだったら耐えてやってみるとかね、いろいろやり方あると思うんですけどね、えー、皆さん気をつけて、えー、無理のないようにやっていっていただければと思います。ということで今日はこんなテーマ。えー、あこの3万3500円っていうのは、こ昼間も言いましたけどね、 えとこの動画ではあまり言わなかったんだけど、結局は最後に, <laughs> 最後に言うのがよ。最後に言いますけど、えー、と今回の相場って、えー、30%上がるかもしれない。ね、もう30%上昇ラインが、えー、ここね、30%上昇ラインが33,500円だから、それはあるんじゃないの年初からの、これね、年初からの、えー、30%上昇だよね。 これを見ると3万3500円だからそれがあるかもしれないよねっていうそんな話です。で、それはまあ今の上昇ペースでいけばえこれ7月の3日7月の3日にえ3万3500円があり得る。だけどまあ今のペースだとね、えー、もっと早いからねペースがねもっと早くにこの値段までいくかもしれない。そんな感じなんですよね。ということなんで買いも売りも要注意っていうことで。 えー、なかなか難しい相場ですけどねまあだから単純にってればもかんだよねだけどその引き抜き輪が難しいんだよね頑張りましょうラジオ G でしたまた明日